こんにちは激の古ですはい、こんにちはは、えー、趣味の演芸の芸副編集長山本です、はい今日もあの、今月もね、趣味の園芸、今回は多肉特集ということでご紹介していきたいと思います。はい、山本さん、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。それより、古谷さん、体調の方、はい、大丈夫なんですかいや、もうなんかね、あの、すごい痩せちゃって、ねえー、スリムになっちゃったんですけど、お腹もぺたんこな感じで、 それは羨ましいですけどね僕、中年太りが激しかったんですけど、はい、この1年で結構痩せて、はい、何をしてたってわけじゃないんですけど、はい、ものすごい痩せました、ズボンががばがばになっちゃったんですけど、ただね、はい、あのもう体調はかなりいいんですよ。あよかったです。はいなんとか、はいまあ、ちょっと、ね、肉体的には疲れが残ってるんで、はい、今週いっぱいでなんとか回復させたいなとは思っています。 はい、無理なさらないでください,、はい。ありがとうございます。ごい。今日は短めに、<laughs> 短めに紹介させてもらってます。<laughs> いはい。助かります。では、はい、山本さん、今日は多肉特集ということで、よろしくお願いします。はい。えっと、趣味の園芸の現在発売中の9月号の今日は紹介させてもらいたいと思っております。はい。はいはい 今も特集さっきフレイさんも紹介してくれましたが、えっ、ー、と多肉植物ですね。まあ今暑いですね、多肉、はい。あ本当に暑いんですよ。はい。でまあ多肉植物のまあどんな内容かっていうことを紹介させてもらって、はい。今回まあそうですね大きく分けてあのー、初めての人向けの内容と、うんうん、はい。それからえっ、ー、とちょっとやっぱりまあなんていうんですかね。 多肉ファン、多肉マニア付けのあ向けの情報みたいなものがバランスよく入っているっていうのが今回の特徴かなと思うので、そのあたりを紹介させてもらい、はいまあ、あとはそれ以外にもいくつかあの面白い記事がありますので、紹介できればなと思っております。わかりました。よろしくお願いします。はい、早速画面共有しながらですかね。えーはい、そうですね初心者の方はこの動画の、はい、えっと前半見ていただければそうですねなかなっていう感じですね。はいはい では共有いたします。はい見えましたかね。はい、見えました。はい。これがあの九月号の表紙となります。うんうん、どうですかね、すごくあの可愛らしいというか。ええ、あの華やかな多肉、えー、植物の表紙になってますね。秋らしい感じでいいですね。このそうなんですね。多肉は僕も本当に大好きです。 はい、はい、あのエケベリアという多肉植物を中心にセダムなんかを植えてあるんですけれどもまあこれにちょっとまあ我々が込めた意図というかですねはい、はい、説明させていただくとえっ、ー、とまあ、毎年だいたい1回か2回多肉植物の特集はしてるんですけれども、はい、昨年も同じように9月号で多肉特集をやりまして、えー、あの昨年はですね結構あのー。 スタイリッシュなもの、黒バッグとかで取って生えるようなスタイリッシュな多肉植物をメインでこうコーデックスって呼ばれるジャンルと,あとまあアガベとかですねサボテンを中心に紹介したんですけれども、これ、すごくあのインターネット上では評判良かったし多肉ファンにはすごくこう満足してもらえる特集になったなと我々も思ってるんですが、ただ趣味の園芸、普段買ってくれてる方って基本お花好きの方が多いので,ですね。はい であとはあまりにもそのかっこいいものすごいものばかり見せてしまうと、うん、これ自分には関係ないんじゃないかって思われてしまう,うそういうところ我々はちょっと今回改善したいなと思っていて。はいこう これ見たらお花のように綺麗じゃないですかみたいなうもうそういう感じで今までちょっと興味あるけどまだやったことがないっていう方にも向けて今回多肉特集を作っているというのが今回の多肉特集のまあ大きな特徴になるかなと思います。はい、おお多肉の原点に戻ってきた感じですね。そうですね、うん、おっしゃる通りですね。はい、あの今のこうまあブルータスなんかから来ているスタイリッシュなブームの前に、うんはい、まずあの野牛慎吾さんたちがこう、はい 実は多肉って厳しく育てると綺麗な色にもなるし、うんうん、すごく寄せ植えとかしたら可愛らしいしっていう形ですごく身近なものとして紹介した時のブームがあって、はい、結構そこに我々はもう一回ちょっと立ち返ってみたいなっていうのも今回の意図としてはありますす、うん、そうですね実は丈夫ですしね、多肉。 これがまあその多肉特集の最初の見開きなんですけれども同じようにやはりすごく可愛らしい寄せ植えを提示させてもらって、ええ、あと鉢にもちょっと字が書いてあったりとかうこういった感じでですね生活の一部として楽しんでくださいっていうのが、まあ、今回の我々の多肉特集です。意外と部屋の中に置ける花って少ないので。うん、はい 多肉ってね、部屋の中でまあ風通しとか日当たりってある程度、ね、そうですね条件はありますけど、はいでもまあお花に比べたら、きやすすいですもんねそうなんです、うん、あのベストじゃなくても多肉植物って本当に強いので、はい、そのあんまりこうすぐ枯れちゃうってこともないですし、ええ、あともうだから、これがベストだっていう言い方よりは、本当にまあ、うん、楽しみ方は人それぞれでもっと気軽に楽しんでくださいっていう意味も込めてですね、はい、はい、なので最初の1本目の記事がですね。はい 寄せ植えになってます、はい<ー>まあ、本当に多肉好きな方は本当に1種類ずつさらにその、うん、ある種類だけをコレクションしたりとかってありますけれどももうちょっとこう気軽に楽しむっていう方法としてはこのやっぱり寄せ植えってすごい面白いと思うんでまずは寄せ植えから紹介していますこれもやっぱり手に入りやすい品種メインで使ってくださってるんですねもうその通りですねはいこれは皆さん作れますもんね、はい、これは本当に不及州のみっていう感じで、うん、特にセダム っていう種類なんですけれども、はいはい、がなんかすごく小さな葉っぱがたくさん密集していて、うん、お花のようなこれですねこれなんか分かりやすいんですけれども、うん、今回こういう寄せ植えですね、うんはい、えっと右の寄せ植えは本当にセダムっていうあの1、ー、つの種類の、うんまあ、タイプ違いを、うん、寄せ植えにしたもので花束みたいな。 花畑ののようなの寄せ植え、うん、それからもう少しこう縦に長くなるものとか、うん、さっきのエケベリアなんかも入れた違うタイプで風景を作り出すっていう2つの寄せ植えをご紹介しております。はい。はい あのー、この講師の時色っていう、あの時色の近藤さんっていう方は、うんはい、や柳生慎吾さんの寄せ植えですごく影響を受けた方で、うんはい、そういう意味でもさっき言ったわれわれのそういったちょっとその多肉を親しみやすくするっていう中の、うん、まあ適任だなっていう感じですかね、うんはい、あの左側の方のあ、はい、のちょろっと花が咲いてるように見えるのは。はい これあの細い茎の多肉植物ですかそうですねこれもセダムじゃないかなこれも可愛いですね、はい、そうですね、うん、あの右に入っているセダムたちもある程度その成長するとこうやって伸びたりするのでその乱れた姿も楽しいよみたいなことも紹介してますね乱れたっていうよりはそう動き,き、ね、動きが出て面白いっていう捉え方をしようと、うんはい、でちょっとじゃあ次の2本目も紹介させていただきますが、はい、2>, 2本目 これもタイトルが。あ、ケンさんじゃないですか。はい。<laughs> さんです。<laughs> はい、ワンコインでスタート多肉生活ということで。多肉といえばケンさんですからね。ケンさんですね。はい、はい。あの、カクタス長田という、まあ、日本でも最大規模の多肉、まあ、ナーセリーさんですね。うんはい、はい。あの、実は多分よく、あの、100, 100円ショップで見かけるような多肉も、うんうん、結構長田さ,さんのところから出てたりする。その、うん、本当に普及に。 一番こう小っちゃくて安いものから全部出していてもちろんでも彼自身はそのパニックに関しては本当にスペシャリストなのでその彼に今回はまあそうですね本当初めて 全然多肉ってわからない、多肉って言葉自体初めて聞いたって人が読んでも、うんうん、なんかやってみたくなるような、うん、お最高ですね、紹介をしてます。はい、で、中でもこのワンコインでスタートっていうところがね、はい、結構、そうなんですけど。新いです者の方始めるにはちょうどいいですよね、はい、ワンコイン、はい。 前回の9月号で紹介したやつって、<ー>ものによってはやっぱりまあね、あの4桁どころか5桁ぐらいまでいっちゃうような植物もたくさんあったんですけれども、<うー> <laughs> はい、それだけじゃないよっていう、本当に安くて可愛いものもいっぱいあるよっていうことで、うん、この記事の中ではですね、例えばこれ、500円の多肉植物図鑑。うんうん、まあ、正確には500円前後とついてますけど、もちろんね、はい、あのお店によってとか、ものによってちょっとずつ値段は違いますけれども、はい、500円ぐらいでもこんなにいろんなバリエーションのある面白い多肉、 そう,、うん、うですね、ホームセンターさんでも普通に売ってる品種が数多く入ってますもんね、はい、そうなんですよ、うんはい、もちろんそのだんだんはまっていって、どんどん珍しいものとか、高いものに、うん、まあどんどんね、手を伸ばしていくのも楽しいですけれども、うんうん、まず入り口からいきなりすご,いすごいものを買う必要はないんですよね、はい、そして何が親切かって、はい、夏型、春、秋型、冬型がちゃんと区別されてるっていうのが、はい、これがウェブの媒体では、はい、ほぼないんですよ。 これあのー、まあ,あの便宜上の分け方というかその自生地と日本ってやっぱり育ち方が違うので、うん、日本の暑い夏が弱いものとかっていうまあ形の分け方ではありますけれども、うんうん、これがまあ栽培にも関係してくるいつ水やりするのかみたいな関係するので,で、ねうん、まあこのもちろんこの500円で育てられるもの次これが1000円クラスのものなんですけれどもこういったもののまあそれぞれの えー、ちゃんと栽培のポイント入れてますんでーんあーこれはすごい、うんはい、これ本当に入門の記事としてはすごく分かりやすくできたと我々も思ってますんでぜひ参考にしていただいて初めて買う人は、ねはい、いやもう週刊誌のクオリティじゃないですねこれ、はい、週刊誌じゃない,ない月刊誌のクオリティじゃないですねいやいや、はい、ありがとうございます本当にムック本レベルの内容が入ってますねそうですね我々今特集はそう言ってもらえるよう頑張ってますねいつもねらしいです永久保存版ですありがとうございます、はい、次の記事がですね これ表紙とそれから扉にも使わせてもらったエケベリアについてエケベリアっていうのは見てわかる通りお花のようなロゼット型の特徴がある、うん、すごく女性にもそれからこうお花好きにも人気のある多肉植物で昔から日本では、ね、栽培されているんですけれども、うん、結構、このエケベリアもです、ね、どんどん進化してまして。ええ はい今回この講師になってくださった長澤さんっていう方は、はい、お父さんと一緒にあの後輩、えー、あの掛け合わせて新しい編を作り出すということをやられていて。んですそれ聞くとすごくマニアックに聞こえると思うんですけれども、えー、あのインスタグラムとかでガンガン可愛らしいそのエケベリアを発信して。うん すごくライトユーザーを増やしていて、かわいらしいから好きっていう人が、まずエケベリアって、育てやすさと見栄えがいいっていう、この2つが入ってるので、そう,そうですねこれね、確か10年弱かな、8年ぐらい前にめちゃくちゃ流行った時期があったんですけ、はい、すね。で海外から根っこのないエケベリアを輸入してきて、はいはい、それをねあのこういう棚のところに乗っけといてもいいよみたいな飾り方をね、はい、あの日本でもどんどん提案してた時期がありました。 はい多分その頃とかにまあ入ってきたものたちからさらに何世代か、うん、つまり後輩したりするのをまたして,ます、ね、していることで、はい、いろんな特徴があるエケベリアが出てきて,て形が、ね、ロゼットですすもんんねそうんね綺麗なんででよ、うん、はいでプクプクっとしたところもいいですし種類によっては尖ってたりとか、ええ、まあすごくねあのそれをもうこの見開きでなんとなく伝わるかなと思うんですけれども、はいえー、エケベリア今回は。 なんかそのまあそういう多肉好きなインスタとかでこう写真を出しているような人たちをタニラーって呼んだりとかです、ね、あとこのその、交配して種をまく未生ていうのを楽しんでいる人たちはミショラーって言ったりするらしいんですけれどもうはいもうミショラー代表の長澤さんですね。はい、はいでまあ そのエケベリアを教科書的に紹介するというよりは、うん、この長澤さんがどんなふうに楽しんでたりどんな部分が好きなんですかっていうところを強調して、うんうん、なんかまあ共感してもらえる記事になればいいなっていう感じでこれなんかは、えっと、私は手前の閉まっててちょっと色づいてる方が好きとかそういったもう こういうういいのが好みなんですっていうお話、うん、つまりこう好きっていう気持ちがやっぱり一番大切ですよねっていうところで、うん、そうですね<と>珍しいから買うっていうよりも、はい、かわい,いから買ううの方です、ね、そうですすねそさらにあのーうん、実は表紙もそれから扉も彼女が作った寄せ植えを紹介したんですけれども、はい、彼女がですねあのー 植物をその育てるだけではなくて、こうやってその鉢にペイントをしたりとかですね、うん、すごくこう提案が上手なんですよね。うんうん、可愛らしいですよね、これ、自分で絵描いてるんですよ。もうスイーツですね、見るからに。おっしゃる通りで、こう左側の3個は、チョ、はい、コレート、キャラメル、パンプキンっていうテーマでまとめられている、スイーツのような寄せ植えですね、はい、これを、まあねはい、これから寒い冬が来た時でもいいんですけど、はい、室内で DIY してね。 楽しむのもいいですねそうですねそれからここまでまあそのさっき言ったバランスで言えば初めての人初心者の人にも魅力を伝えるっていうところだったんですけれども次はですね魅力だけじゃなくて実際育てた時のまあいろんな悩み事とかねそうですねよく見ると思うんですけれども山城さんっていう大阪のサボテン のまあしくこ,ういうこんな名前のなん,かなんとなくテレビ番組ありますけど、はい、なしくじりの <laughs>、うんえー、多肉植物サボテン救済法ということで、ええ、これがまああのあに多肉あるあるがたくさん入ってて茎がくねくね株がぐらぐらで奔放に暴れる、うん、でそういったものをどうやって仕立て直していくのか、うんはい、それから まあその他にもこれあの読者の方、まあ、みんなの趣味の園芸ユーザーさんとかからあの質問をもらって、はい、葉の色が悪くなってきたとか、下の葉が枯れるとか、はい、目線類が溶けたとかですね、すごくあのビニールがあるある,、ね、あるあるが、はい、載ってますんで、はいはい、あのー、すごく役立つ記事が入ってるかなと思います。うん、はい、はい でですね1個戻っていただいて根のタイプによってて合わせこれはねなかなか蒸気情報ですね。これサボテン編なんですけれどもサボテンにも種類によって根が違うんですね。すごくたくさんしっかりした根が出るタイプと細かい細根と呼ばれる細い根が ちちょょぼぼって出るる要すすに根が弱いタイプでねそれから直根系というか太い根が下に一個伸びてそこからちょぼちょぼっと出るっていうようなタイプによって植え替えのサイズとかもあと植え替える時の根の整理を変えるといいよっていうこの情報とかはすごく僕思うんですけど最近の多肉とか開根ブームで細長い鉢にね植わっているのがかっこいいからって言って。 で好きな植物買ってきて、そういう仕掛けをしてしまう方って結構いらっしゃるんですよ。で、えーと、あれでどうやって管理してんだろうなって、その土が、ね、水を含みすぎるんで、はいはい、僕の中での疑問だったんですけど、はい、結局はあれですよね、直根タイプだからそういうふうにしてたっていうわけですよね。可能性もありますね、うん、あのちゃんとその根のことまで考えて、蜂を選んでいる方だったらそうかなと。うんうん、そういういこととですね、はい、あとはまあおつ サボテンだけに、あのー、限らず、うん、植物って結局地上部だけじゃなくてやっぱり根っこがあるってことすごく重要で大体、うん、上と下比例するんですよねうん、うん、下のその鉢が小さくて上だけ大きくするとかっていうのはやっぱりバランスがおかしいというかはい、はい、あるべき姿というか鉢と植物のバランスってそれぞれにあってそういったあたりもねやっぱり育てていくときには意識したいなっていう点ですかね。本当そうですねはい,はい で、これに続いてですね。ええ、これもなかなかセンセーショナルだと思うんですけど、うん、あの、多肉植物ってご存知の 方多いと思いますが、まあ、砂漠とか乾燥した地域とか厳しいところの植物なわけで,、うんうん、でよくある失敗にも書かれているのが、うん、なんか水のやりすぎで根腐れしてしまうとかってあるわけですよねところがこの最初に紹介している米原さんって方はサ、はい、ボテンも多肉植物も水で栽培してるんですよ、うん、すごいっすねこの写真1枚ですごいなって思うんで,すけどできるんだできるんですよはあ いやね、これはなかなか、はい、やっぱさっき言ったようにそのこれがベストだみたいなことだけじゃなく、うんうん、こういう楽しみ方もあるよっていうもう少し幅を広げていきたいなということで、はいあのー、ただ、あのー、適当にやってるわけではなくてやっぱり理屈がちゃんとあってうん、うん、最初はですね根っこをかなり整理した後、うん、水につくかつかないかのところで植物を固定するんですよ。 自分の力で根っこが伸びていって水に入っていくってことがすごい重要みたいであまあその植物自体が水に入ることを選んだっていうそこが大事ってことなんですねおっしゃる通りですねあ<ー>最初からいきなり多分根っこを水浸しでぐしゃってやったら多分やっぱ根腐れとかって起こるんじゃないかと思うんですがもうまず水がない状態で置かれて下には水がある自分が水が欲しいと思って出ていく でその水に適応するんじゃないかと、うん、まあ僕も推測してるんですけれども、はい、そういったこう結構いろんな実験をされて、ここにたどり着いた方のでそうですね、環境適応をめちゃくちゃ利用してる感じですよね、はい、そうですね、はい、だから、ね、あの,あの自分のとこの会社の社員さんとかね、はい、はい、自分でやりたいって言ったことは一生懸命頑張ってくれるじゃないですか、はい、それと一緒ですね。いそうかもしれいは、はい あのハオルチアなんかは、うん、あの根っこがちゃんと伸び出すまで1年半かかって、うん、だけど伸び出したらもうすごくあの成長よくなったとかですねはいはいはい、はいはい、いや面白いなというすごい植物の神秘ですねはいそうですね、うん、これ面白いでほかにもあのこれですね次は LED ですね最近結構やられてる方いますけれども、ええ、多いです、ね、そう LED で、うん、えーっと 多肉植物を育てている方法、うん、それからあとはあのこれはあのハンギングバスケット寄せ植えに近いですけれどもよりまあ何、うん、て言うんですかね本当に豪華な花束のような、うん、こういうハンギングの楽しみ方、うん、こういった形で多肉植物の楽しみ方に焦点を当てた記事ですねはい、はい、あのユーザーの方サイトのユーザーの方なんかの、えっと、写真も入っておりますこの辺りがまあそうですね、はい、あの初心者編に続く実際育ててみる話、うん そです、ね、これはそのさっき名前出てきたコーデックス、うん、まあ茎とか根っこが肥大したところが面白いっていう、まあ、楽しみ方をするコーデックスっていうジャンルですけれども、はい、これコーデックスなんですが、あのー、基本的には自生地で何十年。 ものによっては100年を超えて、うん、まあ大きくなって太ったものみたいなものが、うん、まあ珍重されてきた歴史があるんですけれども、はい、これってまあ一つのまあネガティブな面として、うん、そういうものを欲しがる人が増えることによって、うん、その自生地に悪影響それを許可も取らずにあの、うん、採掘してしまう洞窟業者みたいな人が現れたりとか、うんうん、それそれをなやっぱりあの 回りやっぱり、あのー、このジャンルを愛するってことはいつもそれを意識しなきゃいけない、うん、ところがあるんですが、うん、今回それに対して我々は「こう未生苗から育てませんか?」っていう提案をしていて結局未生というのは 種をまいて育てるってことですけれども、その大きくなった株をえっと現地とかまあナーセリーから買うっていうんではなくて、はい、種をまいて小さな段階の苗から自信 自分で大きくしてみませんやっぱりあのこういうことは本当に我々も情報発信してこういうものがかっこいいこういうものって素晴らしいって言ってるとそれを欲しいっていう人がやっぱり増えてしまう、うん、そうなった時にどういう影響があるかっていうのもうやっぱり意識していかなきゃいけないなっていうのはやっぱり問題意識として持っていてこ、うんね、れはまあねそれに今うまく。 はい、きたキーかなということでこれらみんな今この写真かっこいいですけどこれみんなその未生から大きくなった株なんですよねそうなんですかこんなかっこよくできますよっていう作れるんですねもちろん時間はかかりますけど自分で作ったものがこんだけ大きくなったらめちゃくちゃ嬉しいですよねそうなんですよで例えばこの左上のォッケアエドリスっていうのがあるんですけれどもこれなんかは7年ぐらいでこのサイズになったっていうことなんでそうなんだ下のアデニム はい、アデニウムアラビクムも8年ぐらいと、うん、もちろんね、30年とかって株もありますけど、ええ、まあ早く成長するものもありますよっていう8年でこのアラビカムが作れるなら、そうですよね、日本でですもんね、はい、すごく思ったよりは早いのかなっていう感じですね。うん、ここまで太るのって、やっぱりそのタイとかね、はい、ベトナムとか、ああいう気候じゃないといかないのかなって僕も思ってたんですけど、はい、あでもちょっと文章読むと、近年。 タイで改良されて生産が増えたため広く流通ってことはタイで未消されたのかもしれないでど自信がなくなってきたそこはごんさちょっとあれなんですけど、うん、ただ未消株ってことでその、はい、まあ楽しみ方を紹介していてとそらくね LED つけて、はい、温度上げたらいけるんですよ、はい、なるほどなる環境ですね、うん、そうですねはいでまあその未消株を買ってきて植え付けし鉢増しして大きく育てていこうっていう方法とと,ともに、うんうん、あとはその 地下に芋ができるタイプは芋でも増やせるさらに左にすごく小さいですけど種から育てるというまさに自分が未生するっていう方法も載ってるんですよなのでこれはねちょっと本当にはまった人はやってほしいところで同じく上級編というか上級編というよりは人気編っていうとアガベですねこれは人気なんで今ちょうど少し前にうちからアガベの単行本も出てましてはい それともまれと、まあ、これは、えっと、なんていうんですかね、連動企画という形で、はい、アガベ、あのー、かっこいいですよね、やっぱりね。いいですね。はい、僕も好きですね。で、まあ、アガベを今回は、まあ、例えば、 うん、アガベのいいところって強いから簡単には枯れないんだけれども、うん、かっこいい形に育てたりかっこいい形をキープするのがやっぱり難しいっていうところで育て方によって美しさが変わりますよっていうことや、はい、ちょっとこう傷んじゃった株をもう一回復活させるみたいな方法を今回は紹介しています。はいはい でえっとこの辺で大体まああの特集内の多肉は終わりなんですけれども、はい、もう一つそれに連続してあの連載であのいつのってもと私の担当をしていたので、今回はディッキアです。はい、ねちょっと痛いやつですね、植え替えがね。痛い,痛,い痛いんですよ、これ僕も育ってるんですけど、痛いんですよあね僕ね、タイからディッキアをまあまああ20株ぐらいなんですけど、はい、個人で輸入をしてきたんですね、三年ぐらい前に。はい、もうねあの 検疫の時に開けて閉めて、成田で開けて閉めてとかやったんですけど、もうね、痛いんです、よ、僕が。本当に痛い。髪を開くだけで痛い。で、植え替えて販売をしたんですけども、植え替える時も痛い。でもね、ディッキは美しい。特に白いタイプこのマルニエルラポストレイとか。はい、綺麗ですね。はい。で、このもう矢部さんって方はね、日本のディッキ屋会を代表すると言ってもいいような、はい、すごい方で、あの、この、 左ページ3株ありますけど、はいえっと、左奥にある株なんですが、ええ これはもうこの矢部さんがえっと作出した品種なんですね。そうなんですね。そんなわけでこれらへまはかなりマニアに訴えてると。はい、であと2つだけ多肉のお話しさせていただくと、はい、あのこれも連載で植物園散歩っていうのがありまして、うん、植物園行ってきてイラストレーターさんにそれをイラストと書き文字で紹介してもらうんですけれども、はい、今回紹介してるのが国立科学博物館のつくば実験植物園というつくばにある上野の科学博物館のまあ あれですね、施設なんですけれども、はい、ここがですねあのサボテン温室が素晴らしいんですよサバンナ温室っていうのかな、まあ、この紹介なんかもあって知る人ぞ知る湯川博士っていう方がですね、はい、お話をしてくれてたりあとはあのこれも毎回話してますけど荻原植物園さんの連載が「はい 今回は庭で楽しむ多肉植物というちょっとですね、攻めた企画で、基本やっぱり多肉は鉢で育てるし、冬は室内取り込んだりすることが多いですけれども、うん、種類によっては庭植えしてもいけますよということで、全いいいけ強ですねセダムとかセンベル、はい、それからまあ弁ソ層系ですね、うん、この辺りですね寒さも強いし、はい、うん。 ダ、まあ、ートと多肉特集紹介したんですけれども、なかなかのやっぱり、ねはい、今回もボリュームすごいんですよ。ええ、で、あの、ページ数が確か216ページ。うん、216ってやばい数字なんですね。やばいっすねあ。分厚いんですよ。狂気になる数字で。<laughs> はい。はい。そこにですね、付録がついてるんですよ。はい。これですね。閉じ込み付録。閉じ込みの、これ,これ、ね、あこれは保存版ですね。多、はい、肉サボテンの、こう、 カードなんですよこれ実際には本あの切り取り線がついててピリピリピリっと切り取れるやつなんですけどこれはいいいな楽しいです、うんはい、これも第5弾で実は過去第4弾まで来てたんで<ー>集めてる方はぜひね今回もね、はい、楽しんでほしいです。楽しみですはい いいややではちょっとね、古谷さんの体調のことがすごく心配になりながら喋ってきたんですけれども。ありがとうございます。特集、こんな感じでいかがですかね。もう最高だったと思います。ぜひですね、もうこれからすぐにアマゾンでポチるか、もしくはもう書店さんに駆け込むかっていうぐらいな感じでね、皆さんもね、多肉、あとは何ですか、これ、休痕じゃないですか。すみません、ちょっと、もしいけるならと思って見せたんですけど。ううはい、あの 今回「多肉特集」ですけれども、うん、まあ秋、まあ、9月はねまだ暑いですけど、うんすね、これから秋に入っていくと、はい、まあ球根がたくさん出回る時期になりますんで球根の特集も、まあ、注目特集も入ってまして、はい、まあ球根のおすすめチューリップヒやシンス水仙 やっぱ小球根という形で、あと寄せ植えとうちのいうも球根販売しますんでね、えーはい、ただしもうちょっとゆっくり販売していきますそれがいいと、思います毎年、ね、9月、10月にチューリップの球根を植えつける方って結構いらっしゃるんですけど、普通の赤とか黄色は強いんです。はい、でも、あの育種・交配を繰り返された花形が珍しいもの。はい そうですね、これがね、10月の半ばに植えても溶けたりするんですよ、暑さが戻ってきたりとかして、はい、なので、もう11月でいいです、チューリップは。うん、植えるのは。なので、もう,ね,うね,ね、8月の段階からチューリップがすでにホームセンターさんにも並んでますけども、はい、まあ我慢してね、 もうちょっと待っていただければなというふうに思います。これもね、地域によるとは思うんですけれども、東京は暑いですかね、東北の方は早めに植えちゃった方うがいいと思いますね。涼しくなったら植えるっていうイメージで、そうですね。で、もう一個、あと記事、他にもいろいろあるんですけど、季節的には林道かな。これもね、楽しいですね。幅が広くてね、林道も。林道がこの放送記事のほかに、岩手県の。 アシロリンドって聞いてるあるブランドですね。でなでですすかそうんよアシロリンド僕もこの基地で知ったんですけど国内だけじゃなくて世界市場で戦ってるっていうそうなんですヨーロッパにバンバン出しててね日本のリンドのクオリティは世界一だって言われてるんですよ。言われてるんですよね。さらにびっくりしたのは日本で作ってヨーロッパ持っていくだけじゃなくてなんか向こうで栽培ニューージランドとか あと、どこだっけな、アフリカのアフリカ・ルワンダでアシロリンドを生産したりしてるんですよ。素晴らしい。はい、すごいですね。感動しました。うん、あのこんな、まあ、まちょっとね、あの知って楽しい話なんかも載ってますし。あ、はい、知って、あのこのアシロブーケって、八重咲きですね、はいはい。そうなんですよ。すごい。 新品種らしいです。えっと、今年の9月初流通ってなってますね。ああ、楽いな。これ、趣味の園芸さんから、読者プレゼントみたいな、いんですか残念ながら、今回、これ、プレゼントには入ってないです。ああ、これ、出回る数も少ないでしょうからね。はい、そう。はい、もう、ぜひ、来年はぜひよろしくお願いします。はい、プレゼントは、えっと、エケベリアとサボテンです。あエケベリアいいっすね。はい、サボテンと、ぜひ、皆さんもご応募してみてください。 ははい、い。い、じゃああ共有一回停止しまますす。ね。はい、はいありがとうございますえと駆け足になってしまいましたが、山本さんも今日うはもう、ね、はい、僕の体調を気遣っていただいて、急ぎ急ぎな感じでやっていただきまして、やっぱり僕も YouTube よく見ますけど、えー、あんまり長いと見ないですもん。ありますよ。ありますね。はい、はい、でも今日ぐらいのペースって、意外と見てる方もテンポよく見れたんじゃないかなと。 そうですね,ね。じっくり話したいことって、僕らね、話し始めると一晩中話しちゃうぐらいの勢いだと思うので、そう,んでそういうのはね、たまにライブ配信ですよライブ配信なですよね、それはね。なので、あのー、ぜひ皆さん、趣味年芸を買っていただいて、じっくりと読み込んでいただければなというふうに思いますので、よろしくお願い,いたします。そうもさせません。はい,いはい、今月号も本当に総力特集になってますので、楽しみです。はい、山本さんどうもありがとうございました。はい、古谷さんもまたよろしくお願いします。ますはい、ありがとうございます。では、切ります。さようなら。